月とウサギ、星に。内容はクスコムみたいな漫画。N 年前に地球にウサギ型エイリアンが出現し、地球をボコボコにしたのはタヌキ型エイリアンのせいだ。いうことで、なんか1年でラストオブアス1のような感じの荒廃した世界で、ウサギ型エイリアンに地球人は管理されているという感じのディストピアな漫画。そんな感じの管理された世界で、これってクスコムみたいにエイリアンに洗脳されていない？ってことで、主人公はタヌキと人間のハーフだったためにウサギ特攻能力持ちということで、ウサギエイリアンから人間を救うために頑張る作品。よくわからないのが、たまたま部屋の同僚になったやつがナメクシでガメをベラするシーンが入るのだが、あまりにもナメクシすぎてて、こいつは多分死んでも蘇る能力者なんだろうな、と思ったくらいの感じの振りなのだが、それは振りじゃなくてガチでガメをベラしました、みたいな演出が入るという大変慎み深い作品。この突然の死の演出は鋼の錬金術師が認知させた手法で、鋼の錬金術師の時は、メジャー作家が誰もやっていなかった手法だがすげーってなったので、ただし鋼の錬金術師以降は、やっても所詮2番煎じだし、そもそも、書き手が表現したいと思っている読者に哀悼の意を与えるという演出効果はほぼゼロなので、なぜならチークすぎるからだね。漫画好きは、鋼の錬金術師のジェネリックねねって感情しか生まないので、もう一つは、この漫画はたった1年で多分地球が蹂躙されるような、スペースオペラ地味た科学力を持っているというようなご都合なのだが、こういうディストピア書きたいっすみたいなのが先行しすぎてチークさが目立つ。これはハリウッド映画で SF なんか作ってもお確かにないし、考察から予算からクソ食いからやめろって話で、SF 式は目が超えているからしっかり土台ができてなくてアイデア重視だと。狙っているターゲットである SF 式の面白い、お稼げないのぜ、不毛なのぜ。こういう理由から面倒くさいスパイが小さいから SF はやめとけって話になります。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。